メッセンジャーはイギリスの競争馬。後アメリカ合衆国に渡り、スタンダードブレッドの重要な基礎種母馬となった。その名は、今もスタンダードブレッドによって行われるペース競争の大レースメッセンジャーステークスとして残っている。現役時代は3から5歳の間にイギリスのニューマーケットで走り、14戦8戦の戦績を残している。その後、1788年5月に、 トーマス・ベンジャーによってアメリカ合衆国に輸入された。18世紀以降、数多くのサラブレッドがアメリカに輸出されるのだが、メッセンジャーはその中でも比較的早くアメリカに渡った一頭であった。同時期に第1回エプソムダービーバダイオメドもアメリカの土を踏んでいる。アメリカに渡った初めての都市はペンシルベニア州のフィラデルフィアで共用されている。 そして1793年にはヘンリー・アスターに売却され、さらに1796年、コーネリアス・ラブリュー・バウナンストに売却された。メッセンジャーはアメリカで種ボバとして成功し、1806年にはマンブリノーを排出した。このマンブリノーはスタンダードブレッドの根幹種ボバである、ハンブルトニアン10の父の父である。このか。 スタンダードブレッドの成立過程においてはメッセンジャーが大きく関わっており、ハンブルトニアン10にもメッセンジャーのかなり強いインブリードが含まれている。マンブリの2以外にも多くの3区を残しており、スタンダードブレッドのほか、アメリカ乗用馬やテネシー乗用馬など多くの馬種の礎となった。サラブレッドの父としてはそれほど成功したわけではないが、 最初期のアメリカ名はアメリカンエクリプスの母の父となっているように現在への影響も皆無ではない。そして1808年にニューヨーク州で死亡し埋葬された。この頃にはメッセンジャーの種ボバとしての名声は大きくなっており死亡した時には大砲が撃たれ弔われたというありがとうございます。